岩に付着した藻類をかじり取るタスキモンガラ。余分な砂粒をエラから排出しているタスキモンガラは、フグ目、モンガラ科はハニ科に属する魚類の一種。インド洋から日本近海を含めた西部太平洋の熱帯域に広く分布する。ハワイ州では近隣種のムラサメモンガラと共に、フムフムヌクヌクアプアーと呼ばれていて、ハワイ州の州魚に指定されている。白、黄色、黒の派手な外見を有するタスキモンガラは、警戒心が強く、興奮するとブーブーという鳴き声を発する。浅瀬の岩場やサンゴ礁に生息し、雑食性でデトリタスや海藻、ウニなどを捕食する。ハワイでの呼称フムフムヌクヌクアプアーは、日本語に訳すと、豚のように鳴く角張った魚となる。1984年のハワイ州議会において、州魚として選出され、その有効期限の切れた後、2006年に実施された再投票においても圧倒的多数の票を獲得し、再度州魚に選出されているハワイの人気魚である。ハワイの神話、クムリッポに登場するオアフ島の半身、カマプアはフムフムヌクヌクアプアに変身することができるとされている。火山の神ペレとの戦争に敗れたカマプアはこの魚に変身して溶岩流で煮えたぎる川を逃走した。この神話にちなみ、キラウエア火山近辺で実施されるペレを奉る催しなどでは、豚やフムフムヌクヌクアプアが捧げられる。なお、ハワイの州魚とされたのはタスキモンガラであるが、同族のムラサメモンガラも、ハワイでは、フムフムヌクヌクアプアと呼ばれることがある。タスキモンガラは、他のモンガラ科はハギ類と同様、著しく側平たした平べったい体を持つ。全長は、最大で30センチメートル程度で、体側を斜めに走行する黒色の帯状模様とおつかぶの V 字模様が特徴である。背びれは3本のトゲ状と23から24本の軟状で構成される。腹鰭をかき、胸びれと尻びれはそれぞれ13本、20から21本の軟状を持つ。ありがとうございます。